マリアマゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日裏側を話してくださるのはヨッコンさんです。よろしくお願いします。元ヤクザであり、ラジオパーソナリティ、イベンター、はい、サラリーマン、多彩な肩書きでございます家業時代のね、ちょっとあのエピソード多彩なんですけれども、うん、というのもあの実は打ち合わせをしている最中にあの刑務所、広島、旭川、それから、横浜か、はい、でその3つ行かれてたっていう話の中で、東京拘置所ですね、はい、当然入るというか、はい、あの入ってらっしゃった上での、うん、あのそれぞれの刑務所に行かれてるわけじゃないですか、うん、でその投稿時代に、いろんな、まあ、あの服役前のね、まあ、受刑者じゃないか、あこれね、違うんです、容疑者じゃない、私ね、初犯の時に当然東京拘置所から、そのまま東京拘置所に受刑してるんですよ。俗に言うエリートってやつですよ。あ、いや、そうなんですけど、はい、その話というよりは、はい、その東京拘置所に入ってる時の、あの肩書きというか呼び名はどうなるんですか。その服役してる時ですか。服役前の時ですね。容疑者ではない。もう当然そうですね、裁判、そうですね、被告ですね、はい、まあ、いろんなそういう被告たちと会ってるわけですよね、はい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 、で特に実はちょっとこう、はい、縁がある団体がありまして、うん、ありますね、はい、の団体と縁が、まあ、まあ元オウムの方たちですよね、はい、と結構、あったという、ありましたね、はい、なので今回はヨッコンさんが、東京拘置所で、見てきた、さまざまな人物たちについてのお話を聞いていきたいと思います、はい、で特にその中でも、オウム関連の人たちの、まあ、情報なんかも、やっていきたいと思います、じゃあ早速聞いていきたいんですけど、はい、オウム関連、はい、どなたでしょうか。まあ、麻原さんですね、はい、麻原さん、麻原死刑囚、はい、死刑が執行されるまでは、司法のね、あの司法的常識ではあるんでしょうけれども、知らない人のために、はい、死刑囚は刑が執行されて初めて、まあ、完了というか、あのするので、いわゆる普通の刑務所には行かないんですね、行かないですね、はい、刑務所には行かない、はい、で呼び方も麻原死刑囚という感じ、松本かな、死刑囚だと、どういう形で、あったんですか。はい、私がね、その初犯、その東京拘置所、昔はね、北社、南社、新社ってこう古い建物の時でね、今の綺麗な建物じゃなくて、その古いその再犯が入る北社の2階の倉庫やってたんですよ、衛生係、まあ、これって結構、まあ、俗に言うエリートって言われるところで私の方にいたんですけど、まあ、奇跡的に落ちたんですけど、要は麻原死刑囚は再犯だったんで、要は新社にいないで北社にいたんですよ、で、まあ、さっき私見たって言いますけど、まあ、見たって言っても正直その隙間から見た程度なんですけど、なんでかっていうと、その当時 そのオウム関連の人っていっぱいいたんで、しかも麻原彰晃はその車椅子で移動したり、何や台車乗したりとかして、その我々懲役にも姿を見せないがために、あの人たちが裁判行ったり風呂入ったり部屋を移動する際っていうのは、作業をやめって大きい声でやめがかかるんですよ。そうすると俺たち普段このちょろ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 ね、食材配ったり薬配ったりいろんなことやってる俺たちも、どっかしらその部屋に入って隠れなきゃならないっていうルールがあったので、じゃあ作業をやめってかかったら隠れるんですけど、やっぱり見たいからこう隙間からこうやって見るんですよ。はい、でその時にそのバスに乗って移動する、ね、朝の死刑囚を見たりと、そういうのは見てます。やっぱり、その扱いは特殊だった。いや、もう超ビッ、まあ、言い方悪いですけど超ビップ待遇でしたよね。いろんな人たちが当然東京拘置所にもいるわけじゃないですか、そのヤクザから何かなんで、はいはい、そういう人たちからしても、やっぱりオウム事件っていうのは異質な事件だったんですか。いや、そうですね、はあ、で実際こう覗くってどんな感じで覗いてたの。まあ、まあ隠れる場所にもよるんですけど、普通にこの辺は、まあ、そこまで厳しく言われなかったんで、はいはい、見てましたね。実際覗いて見た姿ってどんな感じだったんですか。私見たのはね、まあ、車椅子最初乗ったけど、途中からね台車に乗っけてたような気がしますよ。台車、台車もう太り張ってね、多分車椅子乗れなかったんじゃないですかね。ちょっと待ってください、東京拘置所で太ることできるんですか。
できますよね。だって未決の間は太りますよね、基本。懲役って初めてみんな痩せる。未決の時って、はい、あ、まあ、ちょっとわからない人のためになんで太るのか、ちょっとそこの拘置所のその、食事情に関して少し、うん、結局その缶詰とか、うん、その差し入れ物とかも入るし、うん、自分で購入費も買えるんですよ、うん、だから麻原死刑囚の場合は死刑執行されるまで未決囚なんで、うん、扱いが。だからその最初はね、メロンの缶詰とかすごく入ってたらしいですけど、うん、あの途中からまあお金がなくなったのか、うん、あんまり買えなかった。それでもすごく太ってました。あれちょっと待ってください、僕が聞いている話だと、うん、麻原って精神錯乱してなんかまともに、うん、あのなんか会話もできないみたいになってたって話なんですけど、うんうんうん、そうです、そうです、なんでそんなめっちゃあの缶詰食ったりとかしてるんですか。あの結構食べ、あの要は弁護士から差し入れ入ったりとか、うんじゃああれですか、その精神錯乱したと言われてたけども、うん、食への執着は異常にあった。異常にありましたね。ありますね。もう本当あの排出物を投げたりしたりとか、うん、まあそういう話は食になってた。そっか、いわゆるダウナー的な錯乱の部分だけじゃなくて、それはアグレッシブ、攻撃的になる。いろんなタイプがあるとは聞きますけど、麻原の場合はじゃあ食に執念がの、うん、執着が残ったりとか、うん、結構その。あの攻撃的だったりとか、うん、そういうのはじゃあ内部的にはあったっありましたね。内部情報というか、うん、あの噂で朝からこんなんだぜみたいな感じで回ってきたりはしました。うん、結局ですね、朝原は独居にいたんで、うん、その独居の懲役からこうだでああだでって私ら聞くんで、うん、やっぱそこにいる。ただその懲役囚も直接ご飯やることもできないし、うん、職員がやるんで朝原死刑囚の話は、うん、だからそういう情報とかは聞いてました、うん、で意外と職員が教えてくれるんですよ。へえ、どんな話よ。結局ね、職員も人なんで、うん、結局夜勤一緒に夜勤おったりとか休みの日おったりとかすると、まあ、仲良くなったりした職員が教えてくれたりとかします。はあ、どんな話を教えてくれるんですか。麻原さんの話ですか。麻原さん、あ、まあ、そういうそのプロを入れる時にその本人歩かないから、うん、台車乗せて移動して入れて、うん、もうなんかうわーみたいなシャワー出たみたいな、ーホースでバーみたいな、そんな感じらしいですよ。ちなみにその時横尾さん見た時って麻原髪の毛ってどうだった、うん、すごい長かったですね。あ、切らせなかったんですかね。どうですかね、結局未決の時って自分で決められますからね。あ、そっか、じゃあすごい長かった。長かったですね。で大社なかなか衝撃ですね、うん。まあまあ、実はそのあたりでね。で、他に、オウム関連の人、どなたでしょうか。まあ、東京拘置所にいる間に、その、歯医者に行って、うん、バスで新見さんみたいなのもあったかな。ああ、うん、結構、ね、人が多いから、単独じゃなくて、意外とその、なんかこう、自分らは合体で乗るんですけど、うん、ちょっとカーテンで閉められたバスのとこが詰めたりとか、ちらっとね、来たりとか、そんなのありましたね。そういう時って、新見、さんはどんな感じ。もう普通でしたよ、うん、だってもう問われてる罪は重罪中の重罪じゃないですか。いや、まあそうですよね。その雰囲気っていうんですか、なんていうんだろう、こう僕的に思うんですけど、ヤクザの人とは違う腹のくくり方をきっとしてたのかななんて思ったり、どんな感じだったのか。そう、あの辺の人の感情ってのはちょっと読めないですよね。普通に考えたらヤクザの方が怖いみたいなイメージがありますけれども、うん、それとは違う論理でちょっとこう違う方世界で生きてるじゃないですか、うん、そうですね。ヤクザの人から見てもそういう風に見えるんですか。ちょっとこいつらはちょっと関わりたくないみたいな。もう関わりたくない。ヤクザの人って、うん、東京拘置所ではちゃんと勤めますからね。ちゃんとルール、親父のこと聞きますから。はいはいはい、はい、でも、大向かわれの人たちも別に暴れるとかそういうのは、まあ、ないですね。ないないね。他に見た人って誰かいますか。あとね、違う施設なんですけども、まあ、広島に行った時に見てはないんですけど、上優さんがいたりとか。ああ、同じタイミングで。そうです、そうです。なんか噂話聞きました、関わったりというか。いや、ところがね、上優さんはやっぱり広島ではビップタイプなんで、うん、独居でもなかなか会えない、うんうん、ただ出る時にヘリコプターが上空すごかったんで、当時はなんだこれみたいな、工場からずっと見てましたよ。ちなみにその時入ってる時に、うん、広島ですよね。広島です。広島で上優さんいるっていうのはもう分かってました。聞いてました、聞いてました。で、どこにいるっていうのも分かってました。で、本当に人と接すること全くなく。ないです、ないです。
他関連の人とどなたかいますか。そうですね、旭川の時なんですけど、うん、まあまあその村井さんが、うん、殺された、はい、まあ、その当時の犯人の、ね、ジョーさんと、そうですね、はい、工場一緒でしたね。あの方って、うん、よく素性が分からなかった、どういう方なんですか。私もね、そのまあまあ素性的なことはわからない、まあ、関西系出身とは聞いてましたけど、うん、中ではね、もうめちゃめちゃ真面目に詰められてたんで、うん、で当時捕まった時で結構太られてましたけど、うん、中ではガリッガリだったんで、あ、毎日運動ばっかりしましたよ、あの人。はあ、まあそう、まあ、ある意味出ること決まってたから前向きになってたってことなんで、うんうん、確か12、3年とかそんな長いけど、まあ、年齢的に考えると、うん、まあまあ体が動くうちに出れるからっていうことだったんですかね。会話ってされることはありますか。もちろんします。だって14、15人しかいない工場なんで。どんな話するんですか。結構、まあ、普通の話しかしないですよ。身の上話的なことだと思いますか。あ、それがね、意外と聞きづらいですよ。あ、はい、あれだけの事件じゃないですか、はいはい、変な話、国内だけで世界中から、うん、ね、注目を浴びた事件の、しかも、うん、その中でも結構、うん、ターニングポイントになるような事件でした。いまだに語られる事件ですよ、うん、それ の, 実行犯ということで、うん、どうなんですか、一目置かれる感じなんですか、それともまた線引かれる感じなんですか。自分がその工場にいた時にね、14、15人の工場ですけど、10人ぐらいが人殺したんですよ。だからそこまで目立たないんですよね。みんな長いんで特別目立つこともなく、なかったです。ジョさんってでもあれですか、面会とか結構ありました、うん、いや覚えてないけど、あんまりなかったような気がします。誰かが訪ねてくる感じでもなく、うん、ないですね。淡々と前でも前向きにって感じ。前向きにやってましたね。あれなんですかね、今ですよ、うん、ジョさんとヨッコンさん会ったら、うん、どんな感じになるんですかね。あ、久しぶり。いや、まあ久しぶりみたいな感じですよね。じゃあジョさんは結局その中にいる間も、うん、特に事件のこととか一切言わない。ああ、言わないです、言わないです。もうじゃあ、何があったにせよ、ずっと最後まで喋らなかったっていうことですね。うん、うん、そうですね、うん。まあ、だから、黙っておくべきことがあったのか、なかったのか分かんないけど、うん、とにかく余計なこと言う人ではなかったということですね。うん、はい。で、ちょっと、オウム関連いろいろ聞いてきたんですけど、はい、それ以外にも、まあ、日本事件史に残るような人たち、ちょっと遭遇したということですね。うん、そうですね。これ、投稿ですか。投稿にいるときに、はい、自分ら祖父は、衛生係は、昼休み前に、差し入れを取りに行くんですよ、当時。台車持って行って。で、結局、面会時間が終わり際って結構、名前に売れた人が面会したりとかするんですけど、うん、まあ、宮崎努さんみたいとか。ああ、努さんって言い方おかしい。はい、まあでも死刑はね、もうすでに執行されております。うん、どうなんですか。2回見たんですけどね、はい、なんかやっぱりちょっと自分なりに嫌なオーラを感じましたね、やっぱりね。もちろんその、うん、見てパッと見て分かりましたか。分かったですね。で、その時間帯が、ああ絶対こういう時間帯に面会行く人ってなんかちょっとあれかなと思って注意して見てたら、女はそうだったみたいな。その時って逮捕された時にもしゃっとした部屋だったじゃないですか。うん、その中に入ってた。そう、あのまんまでしたね。あのまんまなんだ。うん、はあ、メガネもかけて。もうかけて、うん。ちょっと痩せたかなみたいな感じでしたね。まあね、あれですね、まだ未決状態ですもんね、その時は。うん、死刑執行されてないわけですから。はい、そっか。じゃあ別にその、刑囚の方ってその長期間交流されていく間に心が壊れていくみたいな話出るじゃないですか、うん、さっきの話じゃないですけど、見た感じは普通だった。壊れてる感じはなかったんですね。しんどりした感じでしたね。嫌なオーラが出てたっていうのはちょっとね、気になると。結局そのね、もう宮崎勤の事件自体がもうその頭に入ってるでしょ、うん、そうすると、あ、宮崎勤だったよ思った瞬間にもうそのイメージしか分からないんで、うん、特別待遇っていうか、今の、まあ、大事件の場合だとちょっと面会時間違ってくるって話出ましたけど、うん、その監視の人たち、うん、プラスの意味でもマイナスの意味でもネガティブでも何でもいいんですけど、ある種特別な扱いをしてましたか。
いや、そこの面会時間に関してはちょっとわからないですね。面会の時間だけですかね。やっぱそれ以外は特には何も。ああ、やっぱりね、この後ちょっと話出すんですけど、まあ、三浦知良さんかな、うん、の時は一緒だったんですけど、うん、あのこの人はあのいろいろ裁判とかやってた関係で書籍がすごい来るんですよ、うんうん、多分この人だけじゃないかな、二部屋持ってたの。え、持てるんですか？持てないです普通は、はい、でもこの人はあまりにも物が多すぎて、うん、あのいろんな裁判やってたからもうすんごい裁判書籍がバーッ来るんですよ、うん、だから一室この人のなんか本部屋みたいな感じになってましたよ。あれ、それってあのいわ単なる差し入れなんですか？その裁判用の資料とか。資料ですとかです。じゃあそれはあの、うん、なんていうの、そういうの宅下げっていうの、あのしないで OK だったと。OK だったそこの人はね。で当然その行き来はできないですよ自分で。二部屋多分並んでたんですけど、うん、行き来はできないけども職員に言ってこれ取ってくれっていう感じでやったと取れた。だったら職員もあっち行ってこっち行って言ってその番対番対やったら大変じゃないですか両方の、うん、だからあの人だけ特別。あ、まあまあそうですね、いちいちそのやるのは大変だからっていうことなんですね、うん、そう。三浦知良さんとか宮崎勉とかは、うん、あの直接接する機会っていうのは宮崎勉に関してはその面会行った時にすれ違ったことが2回ぐらいあったのと、うん、三浦知良に関してはもう自分肩とか組まれてます。なんでまたあの人ね普通なんですよ。めちゃめちゃ。ほんであの懲役には優しいんですよ。であの人が無罪勝ち取って出てき帰ってきた時もガッツポーズでこう帰ってきたんですけど、うん、自分らに見えて無罪だ無罪だみたいなカーッとかってこんな感じでした。あれ、あ、そうか、別に未決だから、うん、そういう入ってる人同士が接触するとか特にそんな怒られたりしない。あの基本的にその自分ら懲役だったんで。あ、そうか、懲役か。懲役なんですよ、未決じゃないですよ。自分らその北社にそのエリートとして総衛生係として自分勤めてたんで、あ、だからいろんなこと見てるんです。でもそういうので入ってきて肩組むとかって、ま、周り の, その監視の人がそういう、ね、職員の人たち止めたりしなかったんですか？まあ、その日はちょっとガッツポーズ で無罪でね、10年ぐらいいたのかな。だから無罪で出てるから、まあまあ、それぐらいはいいかみたいな感じな。基本的にはダメですよ。そうですよね、はい、いやだって肩組むって聞いた時にえどこでと思いましたから。だから自分は三浦知良さんから出たら遊びに来いで電話番号の紙もらいましたよ。紙くれるんですか？もらいました。あれでもあの有名、超有名人だったわけじゃないですか。有名でしたね当時。で本人ブワーってなってるじゃないですか、はい、周りの人たちもやったーみたいな感じになるんですか？いやそこはどうでもよかったですね。自分のことじゃないから。そうです、自分のことでもその2部屋あの埋めてた書類とかあれはどうなったんですかね。でどうさ、もうどう、あ、それはちょっと分かんないですね。本人に返すのかな、うん、裁判資料とかだし。まあ、破棄できるかな、分かんないですけどね、うん、破棄眼線確認してもそれだけで何日かかかりますからね、量的にね、その2部屋埋めるぐらいだと、うん、まあでもとりあえずそんな感じで、あのいろんな人たちあの出会ってきたわけですけれども、はい、トータル、うん、忘れられない、一番印象に残っている、いつまでもこびりついている、いろんな記憶があると思いますが、うん、今でも思い出す人っていますか？うん、あった人で、うん、そうですね、やっぱりその朝原死刑囚に関してもちょこっとしか見てないので、やっぱ印象に残ったというとやっぱ三浦知良さんかな、うん、まあね、あのまたそういうちょっとね、あの特殊な最後を遂げていますけれども、うん、そうですね、はい、なんかあの本当に時代の人っていう感じがします、うん、はい、なので、まあ、そういう人たちと接点を持ったことが良かったのか悪かったのか、場所が場所ですからね。まあまあ、確かに確かに、はい。本来だったら持たない方が良かったかもしれないですけども、うん、まあね、あの、我々としても今回こういうお話が聞けたんで、はい、それは非常にあの喜ばしいというか、ありがたい話でございます。はい、で、よっこさん、はい、あのこの先、またあのいろいろな活動をされていくということで、うん、はい、あのそのあたりについてもあの概要欄と載せておりますので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。ということで今回はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ヨコンです。高野真理香です。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、YouTube、はい、お願いします。
はい、サバラバ TV、ヨッコンさんと私、うん、高野モニカと、その他の、 愉快の仲間たちでお送りさせていただく、愉快な仲間たち何人かね、いらっしゃるので、うん、はい、を、これから解説して、盛り上げていこうと。そうね、この前の時だったら間に合ってると、はい、そうですね、なんとか間に合わせましょう、はい、どんなテーマ話すんですか。はい、あのね、サブチャンネルではちょっとこう、ヨッコンの裏社会ジャーニーみたいな感じでパクリじゃないですか。ちょっとだけね、ちょっと、ま、ちょっと真似をするみたいな。はい、ちょっと全然違うけどさ。裏サバって、裏サバって言いますね、サブチャンネルは。そう。で、普通のチャンネルの方ではちょっとこう、うん、いろいろスポーツ系だとか、はい、あ、そうですね、いろんなことをやっていきたいなと。あの、私のお見合い企画もありますので、はい、今あのシングルマザーなので、ね、3人の娘を育てておりまして、うん、でちょっとね、あの最近寂しいと、そう、最近寂しいということで、なので、はい、ぜひ早く男を見つけてさっさと、はい、芸能界さらさらないよ、さりませんよ。ガチでちょっとお見合いしてもらおうかなと。あ、ガチで、はい、やらせていただきますんで、皆さんぜひですね、応募お待ちしております。お願いします。はい、以上かな。以上ですか。 OK、 以上です。ありがとうございました。よろしくお願いします。